今の僕寝取りがあるんですけど、あれライン結構たるむんで、そのたるんだラインで、そのラインがたるんでても、ラインが張ってない状態でも当たりが取れるっていうような感じで、それで釣ります。もういれば一発で食ってくるような魚狙ってるんですけど、もうフィングからランディングまで相当時間かけてないんですよ。これ僕たちトーナメンターにとってすぐに魚をボートの上に乗せる重要なんです。でそこで一番重要なのはラインの強さで、今回ハードタイプ新しく新発売になるんですけど、もうとにかく強いで、僕たちトーナメンターラインブレイク一番良くないんで、とにかく魚を取ることを重視してます。でその時にこの最強シーガーの中ではもう最強のラインが絶対必要になってくるんですよ。ということで今回速攻結果出しました。